この時間は日替わりコメンテーターが独自の切り口で多様な視点を提案するキャッチアップです。月曜日の担当は元 RKB 解説委員長の飯田和夫さんです。飯田さん、おはようございます。はいえー、おにぎりを1個食べて元気もりもりです。<laughs> 飯田さんも。<laughs> 飯田さんもサブで食べてたんですね、はいえー。今日は飯田さん、お米も好きかもしれませんが、鉄道も好きということで、うん、そんな話題になりますが、はい、ちょうどあの新幹線が開業して、今月で60周年を迎えるんですよね。えー、迎えたんですよね。 東京・新大阪間の東海道新幹線が開業したのが1964年10月東京オリンピックのねタイミングでしたよね、はい、一方九州新幹線の部分開通開業が新八代鹿児島中央間でしたけども2004年の3月なので今年でちょうど20年20周年山陽新幹線の博多までの全線開業は来年の春でちょうど50年50周年を迎えるということですね はい、あの、多くの人にそれぞれ新幹線の思い出があると思うんですけど、えー、お二人はどうですか。どうですか私、あります。あの、大学時代関東にいたんですけれども。えー、あの、年末に実家に帰るときに、うん、飛行機のチケットが取れず、うん、新横浜から小倉まで立ちました。<ー>立って、帰ったことが自由席でありましたね。<ー>でも、もう去年からその。 年末などの時期は指全席,、うん、席指定席になったのでもうないと思うと貴重なな経験だったのかなと思います、うん、私は就職活動で関東の企業を受けに行った時に新幹線で往復したことがありました。えー そ,う <laughs> そんなのも懐かしいです,、ね、ですね、やっぱりみんなそれぞれ思い出いっぱいありますよね富士山見たとき感動しました、<ー>そうです、そっちの車窓で。ですからね、新幹線で見るやっぱ天気がいいな、よければと思っちゃいますね行楽シーズンに入って言います、10月ですからね、この季節、日本を訪れる外国人の方も多いと思いますけども、インバウンドのお客さんたちが新幹線を利用して、やっぱりこの安全で、しかも正確な時間に着く新幹線というのは、うん、やっぱり日本のイメージアップにも貢献してますよね。そうで,すねで今日は 新幹線のの外国への輸出をテーマにお話したいいと思います<ー>、えー、日本とその輸出先との関係に新幹線がどんな影響を与えたって話なんですよ、はい、で今インドでは、えーえー、日本の新幹線方式を採用した高速鉄道が建設中です<ー>でも一方で同じアジアでもうん、うん、インドネシアインドネシアですね、はい、は建設中の高速鉄道はあ<ー>まあ中国との受注競争に日本を負けちゃったんですけよね まあ安全保障の観点から日本とインドというのは連携をまあ強めているわけですけれども、新幹線方式の輸出はやっぱりその戦略も関係してるんですかそうですね、えーまあ、インドの高速鉄道のお手本になったのが台湾新幹線ですよ、ね、<ー>日本の新幹線システムを導入して、うんえー、台湾初の高速鉄道が営業を開始したのが、えー、2007年、はいでえー、その台湾新幹線が新しい時代に入ります。新型車両がですね 今度導入されて、2026年から走り始めるんですけど、これも日本のメーカーが受注してましたかもめ、西九州新幹線と同じ N700S なんでしょうそうですね、はいうん、同じタイプですね。うんうん、ただですね、台湾で日本の新幹線技術が採用されるまでには、かなりの紆余曲折がありました。説明したいいと思います、はい えと日本の新幹線システムが台湾で、えー、導入されることが決まったのは今から25年前の1999年なんですよ。<ー>で、実はその前には一旦ドイツとフランス連合の自中にほぼ決まってたんです、えー、それをひっくり返したんですよ。大逆転。そうなんですよ。<ー>事前の入札では フランスとドイツの企業の連合体が、ええまあ、優先的に交渉を得る、交渉できる権利を得てたんですよね、はい、それは価格の面、お金の面で、うんえー、日本側はとても太刀打ちできなかったあ<ー>で、ヨーロッパの鉄道運行システムが本来なら台湾に入るはずだったんですよ。えー、えー、それがひっくり返されたってことですか、はいえー、ひっくり返したのは誰かって、うんまあ、と時の台湾のトップだった李登輝総統なんですよ。えーえー で当時のですね李登輝総統の本を最近ひっくり返してみたんですけど、彼が書いた本の中で、台湾新幹線について、ここんなことを述べてます、えー、台湾、えーまあ、高速鉄道の導入条件として、ここんなことを言ってましたね第一が価格、第二が安全性、第三が政治的配慮。 政治的配慮とは、日本政府にも姿勢を示してもらいたいということだ<ー>日本政府に示してもらいたい政治的配慮、どういうことかというと、まあ、ヨーロッパ方式が採用される前後、ドイツはです、ね、担当する大臣が、えー、台湾を訪れて、まあ、ヨーロッパ方式を採用してくださいと、まあ、懸命に売り込んでたんですよ。 でえー、もちろん、うんまあ、価格の面、お金の面も大切なんだけど、うん、まあドイツ政府の熱心さに比べて、ええ、日本政府は、まあえー、新幹線を売り込むようなことはあんまりしなかったんですよ。 なぜかというと、中国に配慮してですね<ー>で、そういうやり方に、そういう日本のやり方に、李登輝さんは不満だったわけなんですよ。<ー>うん、ってことは、日本が政治的配慮をしてくれたら、こちらも政治的配慮をしますよということでもあるってことですかそうなんですね<ー>で、それを受けて、まあ、日本政府も水面下で動き始めました。 まあ、えー、台湾側にその政治的配慮を示し始めたわけですよね。そして、えー、台湾のトップである李登輝さんが政治的決断をして、えー、日本の新幹線導入が決まったんでしょうね。うう李登輝さんというと日本の統治時代に生まれ育った方で日本語をあの喋る大の親日家、ね、そうでしたね。はい。ただあの巨額のですね。ええー。莫大ないお金がかかるプロジェクト。まあ日本が好きだっていうだけで、えー、ドイツフランス連合に決まってた。 まあ、新幹線計画を日本にひっくり返したのはなぜかとそこはやっぱりしたたかな政治家李登輝さんには、うん、その先の日本と台湾の関係を描く、まあ、決断があったので、ねまあ、日本側の受注への大逆転が決まってから、えー、今年で25年四半世紀なんですよ。うどうですか今の日本と台湾の関係。 非常に密だと思いますし、あの互いに自信があった時とかには、手を差し伸べ合うようなね、はい、支援するような関係性というのもありつい先日のことなんですけど、台湾の新しい日本に駐在する代表、いわゆる駐日大使に相当する方なんですけど、はい、この方が赴任しました、はいで、その代表は東京に到着したときに、こんな表現を使ったんですよ。はい 台湾と日本の関係は数十年来で最も良い時期にありますと、<ー>で多くの分野で交流が史上最高レベルに達してます<ー>で台湾は以前から親、まあ、日だったんですけど、<ー>僕はです、ね、この台湾新幹線の誕生が、日本と台湾の関係をぐっと引き上げた、こんなふうに考えますね、<ー>まあ台湾の人たちにとっては、自分のたちのところにもやっぱりあの日本の新幹線があるという,うまあ感覚。 一方、日本人からすると、日本の高い技術を集めた新幹線が台湾でも走ってるって、こういう誇りですよね。うんってことは、もし台湾の高速鉄道が当初の,そのヨーロッパ方式で採用されていたとしたら、今みたいな日本と台湾の関係というのはなかったかもしれないそうですねあの、良好な関係はできてたと思いますけど、僕は今ほどにはなってないと思います。まあ、入札結果をひっくり返したのは、まあ、リーダーである李登輝さんの政治判断。 やっぱりもちろんしたたかな政治家だったので、まあ、政治的な付き合い、またあの市民と市民の間の付き合い、まあ、新幹線の導入で、日本と台湾の距離をぐっと近づけるっていう計算はあったはずなんですよ、まあ将来において何をもたらすかっていう計算ですね、でえーまあ、例えば今日の安全保障をめぐる日台のまあ事実上の連携、はい、これもそうですね、台湾の半導体メーカーも日本にやってきました。はい であの考えてみましょう、日本ではあの石破茂首相が誕生して、うん、またアメリカでも来月、次の大統領が決まります、ですね、で今、どこの国でもリーダーの資質が問われてますよね、うん、で私はこの新幹線開業60周年というニュースに触れると、やっぱり伊藤輝さんの先見性、<ー>そして新幹線という日本の財産の大きさを僕は改めて感じますねそうですね。 えそんな新幹線夢の超特急ができて、ちょうど今月で60年という節目ということですね。ここまで飯田和夫のキャッチアップをお送りしました。飯田さんありがとうございました。ありがとうございました、はい。ありがとうございました。